どうもこんにちは、勝代です。皆様、小屋暮らしをご存知でしょうか？激安の土地や森を購入して小さな小屋を建てて少ない生活費で暮らすことを小屋暮らしと言われております。初期費用が少なく、一軒家並みの広さの土地で自由気ままに暮らせることから一部の方が実践している暮らしです。広い森でポツンと小屋に住むというと、自給自足をして仙人のような暮らしをイメージするかもしれません。ただ実際はもっと社会に近いところで暮らしているんですね。ある人は週に数回 Uber で小銭を稼ぎ、ある人は日々の DIY や日常生活の様子を YouTube やブログで情報を発信していたり、ある人は小屋で本を執筆していたりします。小屋から毎日出勤している人もいたり、様々なライフスタイルで生活しています。今回はこの小屋暮らしのメリット、デメリット、そして実際に小屋暮らしをするのに必要な費用も計算していましたので、貯金はあんまりないけれど週5で働くのは辛いなという方は最後までご覧ください。まず僕が小屋を作り始めたのが2022年1月16日です。この日から小屋を作り始めて約1ヶ月後の2022年2月12日に玄関扉が完成したところまで作り終えました。とりあえずこの時点で家全体の壁ができたということで小屋に住み始めました。その後もちょっとずつ家を改造していって、2月27日にはロフトが完成してロフトで寝るようになりました。このように小屋暮らしをされている方ほとんどなんですけど、一度に一遍に全部完成させるというわけではなく、住みながらちょっとずつ必要な部分を追加していく、そういった暮らしをしているのが小屋暮らしの人たちでございます。このやり方って初期費用があんまりないっていう方にとってはめちゃくちゃ大きなメリットになるんですよね。でっかい家、一軒家を買うとなると最初にドンと数百万っていうお金が必要になってくるんですけど、なかなかその数百万を貯めるのが大変って方も多いかと思います。かといってアパートに住み続けてしまうと家賃というでかい出費が毎月続いてしまいますので、なかなか貯金ができないという方も多いかと思います。しかし小屋暮らしをすれば家賃からは解放されるので、今まで家賃に払ってた金額を小屋作りの費用に充てることができます。とは言っても土地を買う費用、最初の小屋を建てる費用は必要になりますので、最低限いくらくらい貯めれば最低限の小屋暮らしをスタートできるのか気になったので、僕の実際の建築費を計算してみたところ、このようになりました。2022年にかかった建築資材は76万5111円、そして小屋には電気が必要なので電気を引く工事で104610円かかりました。さらに僕の家にはソーラーパネルもありますので、その費用も足して当然土地代もかかります。さらに今現在もこの家っていうのは増改築続けてますので、今年に関しても48万円かかっております。そしてそれら全部を足すとなんと237万904円でした。高くない？さっき安いのがメリットだよって言ったのに、なんか思ってた以上に高い。ここまで僕の小屋にかける費用が高くなってしまったのはいろいろ理由がありまして、まずはソーラーですね。このソーラーに関しては僕が趣味も兼ねて設置しているものなので、まあ、普通の人は設置しないと思いますので、普通の方は41万円分除外されます。さらに僕の家っていうのは当の昔に最低限住める部分までは完成してるんですけど、それ以外に個人的な趣味として作業部屋、そして動画のネタも兼ねたタイニーハウス、さらに資材置き場なども作っておりますので、それら費用を足しておりますので建築資材費がかなり高額となっております。じゃあ実際和弘は何にお金を使ったのかまとめてみました。2022年の1月2月で小屋作りはほぼほぼ完成してまして、まあ、この合計費用が小屋にかかった費用となります。さらに3月に電気関係の工事もしまして、これでほぼほぼ問題なく暮らせる生活になってます。その後4月は一段落したということで何も買わずに、5月になるとソーラーパネルを購入し、6月になると外に屋根が欲しいなということで、まあ、今現在はリビングとなってます場所に屋根を作りまして、さらにもっと作業エリアが欲しいということでリビングの屋根を拡張しまして、まだまだ物をたくさん置きたいということでさらに拡張しまして、9月にはソーラーパネル直置きだったので、なんかもっとちゃんと設置したいなということでしっかりとソーラーパネルを固定する工事をしました。その後雨水タンクを集めるシステムを構築し、工具棚を作ってロケットストーブも作りました。
これで2022年は76万5111円の費用がかかったということですね。こうやって見てみると、まあほとんどが僕の趣味みたいなもので、最低限の小屋暮らしをするのであれば、最初の3ヶ月の値段だけで暮らすことも可能です。さらに2023年には五右衛門風呂用のレンガを購入し、隣に作った小さな家、タイニーハウスも作り始め、あとは細々としたところを作ったり、8月になると、さらに物の置き場がなくなってしまったので、追加の倉庫も建築したという形になります。実際小屋暮らしをされている多くの方は、ここまで建物を建築するって方はほぼいなくて、ほとんどの方がメインの住む小屋と、ちょっとした屋根があるキッチン、さらに物置、この3つくらいですね。物置に関しては建物じゃなくてテントで代用してるって方もいたり、家の床下に収納するという方もたくさんいますので、まあ、ここまでの建築費は必要ないかと思います。ただ小屋暮らしをされてる方っていうのは、皆さん独特の普通じゃない精神とか考えとか生き方をしてる方がほとんどなので、実際小屋暮らしをされてるほとんどがトイレがなかったり風呂がなかったりするんですよ。実際僕の家にも今現在トイレというものはあるけどないようなもので、風呂に関してもないんですね。じゃあ実際どうやってるかと言いますと、トイレは穴を掘ってそこにして、お風呂は大きな鍋でお湯を沸かしてシャワーを浴びてるという状態です。でも実際この生活って普通の人はね、多分できないと思うんですよ。ということで、普通の人でもギリギリ小屋暮らしがこれならできるという金額を算出してみたのが今映ってる画像でございます。上から順番にご紹介しますと、まず居住小屋ですが、今回私の家に関しては29万1993円かかりましたが、僕の家っていうのはご覧の通り内壁がないんですね。断熱材がむき出しでございます。普通の方はね、これは嫌だと思いますので内壁をして、そして僕の家床が土間なんですね。なのでそれも普通嫌だと思うので、しっかり床も作ったとして、だいたい40万くらいあれば普通のログハウスっぽい家が作れるのかなと思います。ちなみに僕が内壁していない理由はですね、この小屋を作った当初ウッドショックで木の値段がめちゃくちゃ高く約3倍になっておりました。なのでウッドショックが終わってから内壁をしようと思って、未だにウッドショックは終わってないので未だに壁がないという状態です。まあ、ウッドショックが終わったら壁は作ろうかなと思ってます。次に水回りなんですけど、キッチンに関しては簡易的な屋根と、まあ、壁だけで十分かなと思います。このくらいであれば5万円あれば作れますし、ちょっとしたテントを買ってしまえばそれで終わりっていうことにもなります。そして大事な大事な水なんですけど、小屋を作る場所っていうのはだいたい水道が来てなかったりすることが多いです。水道が来てないからこそ土地が安かったりするんですよ。つまりご自身で井戸を掘って、もしくは井戸を外注して水を確保する必要がございます。僕の場合はあえて雨水なんですけど、正直井戸の方がたくさん使えますし水質もいいので井戸がおすすめです。井戸ポンプに関しては5万円くらいで購入できまして、もし井戸を外注した場合は10万円、ご自身でやる場合でも1万円くらいあれば十分掘れるかなと思います。次にキッチンなんですけど、これが古いもので良ければジモティでね、定期的に安く手に入れられますので、まあ、定期的にジモティをチェックしてキッチンのシンクとかですね、ないかチェックしてみてください。それら合わせるとキッチン周りは20万くらいで作れるかと思います。次にトイレなんですけど、これがまためんどくさくて、トイレっていうのは一般的な家の場合下水道があります。しかしもちろんこの小屋暮らしをされるような場所だと下水が通ってないことがほぼほぼ当たり前なので、ご自身で何とかする必要があります。一つがボットントイレ、うんちを貯める層を設置して定期的に回収してもらう。ただ今の時代それはあんまりおすすめしません。もしやるとしたら浄化層ですね。こちらであれば1年に1回か2回の点検だけでうんちをご自宅で分解させて維持することができるんですよ。ただし浄化層の設置に関しても結構大変で、素人だと難しいです。かといって外注してしまうと何十万円もかかってしまいます。さらにトイレっていうのは引っ越してすぐに使いたいものですから、その日すぐに使う方法として現実的なのがピット式トイレというものになります。こちらは古くから太古から昔から使われてきた手法で、穴を開けてそこにするという方法ですね。しかしもちろん屋外だと丸い見えなので、適当なテントを設置してテントの中で穴を掘ってそこにするという形がいいかと思います。実際僕はこのピット式トイレを使ってもう1年半以上使ってますが問題ございません。
だいたい半年くらい経てばうんちは分解されてティッシュごとなくなっちゃうくらいのスピードですね。まあ、しばらくうんちすると穴は当然埋まってしまいますので、溜まってきたら土で蓋をして少しずらしてまた穴を掘る。テントなので移設も簡単。小屋暮らしをされるんであればピット式トイレがおすすめかと思います。テントはピンキリですけど1万円程度で手に入りますし、便座に関しても5000円くらいで手に入りますので合計1万5000円でその日からトイレが快適に行えます。次にお風呂なんですけど、今現在僕の家にまだお風呂がないです。なので耐えられるって方はバケツに水を汲んで、それでタオルで体を拭く、そしてたまに銭湯に行く、そういった生活でも全然ありがと思います。もしくは大きな寸胴鍋を購入していただいて、それを火にかけてアウトドアシャワーでお湯を浴びる、そういった使い方でも OK です。まあ、僕はこういう形でシャワー浴びてるんですけど、浴槽に浸かりたいよ、毎日ひねったらお湯が出てほしいっていう方に関しては40万円でお風呂は作れます。まず風呂小屋に関しては20万くらいあれば作れると思います。さらにユニットバスに関してはヤフオクで10万くらいあればたくさん出てますので簡単に手に入るかと思います。さらに石油給湯器はご自身で設置が簡単にできますので、ネットで購入いただいて全部配管つないであげればだいたい40万くらいでお風呂っていうのは作れますので、これだったら DIY で十分できるかなと思います。そして最後に大事なのが工具ですね。やっぱり家を建てるときは電動工具必須でございます。さらにおすすめはポータブルバッテリータイプの工具です。ケーブルタイプだとちょっと離れたら作業できませんし、屋根の上での作業もかなり大変になってきてしまいますので、基本的には優先じゃないもので揃えていただいた方がいいかと思います。また小屋建築後もちょこちょこ DIY をするのであればマキタ製がおすすめです。なぜかというとマキタのバッテリーってのはマキタじゃないメーカーも採用していたりしますので、マキタから出ていない別メーカーの工具もマキタバッテリーで動いたりすることが結構多いです。そこまで大きな値段の差がないので、実際マキタで揃えてしまった方が後々買い替える手間とかバッテリーの共有ができなくて困ったということもなくなりますので、マキタで揃えちゃえば一番楽かなと思います。またケーブルだと使うときに足を引っ掛けたり、ケーブル自体を切断してしまったり、そういったケーブルに気をとらわれるっていうのは一つの事故の原因になったりもしますので、やはり工具っていうのは危険なものですから、怪我防止も兼ねてコードレスタイプを選んでみた方がいいのかなと思います。工具に関してはインパクトドライバー丸ノコくらいあればもう全然問題なく作業できます。あとはクランプとか上下とかちょっとした細々としたものも結構必要なんですけど、3万円くらいあれば十分揃うかと思いますので、合わせると11万円で工具に関してはこと足りるかと思います。そしてこれら全部をまとめると112万円という金額になります。112万あれば家、水回り、トイレ、風呂、そして工具全てが揃う形になります。ここでさらにケチりたい方はそれぞれ不要な部分を削っていただければもっと安くできます。さらにここで土地代がかかりますので、どこに住むかによって土地っていうのは0円だったり50万円だったり100万200万とピンキリですから、住みたい場所の土地価格調べてみてはいかがでしょうか。ただ安く住みたいんであれば、ここまで大変な建築をしないでアパート借りちゃった方がいいんじゃないですかと思われるかと思いますので、こちらも検証してみましょう。地方に行けば3万円2万円場所によっては1万円のアパートもあったりします。もちろん値段が安ければ安いほど不便な場所ではあったりするんですけれども、 2,3 万くらいだったら住むには困らないくらいの地方都市付近のアパート借りれるかと思います。実際例として今回計算するのは僕が住んでいる千葉県の東金市というところの最安値クラスのアパート3万円という金額で小屋暮らしとどっちがお得になるのか検証していました。実際アパートっていうのは借りてから解約退去するまで常に毎月毎月家賃が発生しますが、小屋暮らしの場合は1回作っちゃえば基本的には修繕費くらいはかかりますけど、アパートよりはお金がかかりません。果たしてじゃあ何ヶ月の段階で小屋暮らしはアパートを上回るのか計算してみたところ、その結果がこちら。56ヶ月目で小屋暮らしのアパートの合計費用が小屋暮らしを上回ることが分かりました。今回このアパートは敷金礼金を1ヶ月ずつとして2年ごとの更新費用など、あとは
家賃保証会社への手数料など、そういった諸々の手数料は全部含めずに単純化した計算なので、まあ、もう少し早く小屋暮らしの方が元を取れるかと思うんですけど、長く見積もっても56ヶ月、つまり4年と8ヶ月で小屋暮らしがお得になるという結果が出ました。これが家賃2万円とか1万円になれば、それぞれ2倍3倍と逆転する期間が伸びますので、2万円だったら倍の9年4ヶ月、さらに家賃1万円の場所だと逆転するまで15年という月日がかかりますので、15年かかってやっと逆転するんだったら、僕は1万円のアパートの方がいいなって方もいるかと思います。次に金額以外の住み心地という点でアパートと小屋の違いもまとめてみました。左が小屋、右がアパートですね。まず所有権に関しては小屋はありますが、アパートはずっと借り物というわけですね。生活が苦しくなってもアパートの家賃は払い続ける必要がありますが、小屋は固定資産税というわずかな金額は発生しますが、基本的に維持するのにお金はほぼかかりません。小屋暮らしをされている方の固定資産税はだいたい年間1万円前後なので、月に直すと1000円程度でございます。月1000円くらいだったら維持費がないと言ってもいいくらいの金額ですよね。次に手間なんですが、小屋はめちゃくちゃ手間がかかります。アパートはもちろんお金を払って契約書を書けばすぐに入居できますので、すぐに快適な生活を送りたいって方はアパートの方がいいですよね。広さに関しては大差ありません。ただし土地の広さに関しては小屋の方が圧倒的に広いです。さらに言えばその辺の一軒家と比べても小屋の方が広い場合が多いです。小屋を暮らしをされる方の土地っていうのはちょっと離れてて安くて広い土地を買ってる方多いので、都心の一軒家と比べるとかなり広い土地を一人で占有できる状態になります。次に断熱なんですけど、1万2万3万程度の安いアパートの場合、断熱っていうのは正直あまりよくありません。小屋に関してもここはどのくらいケチるかにもよるんですけど、断熱材って結構安かったりするので、しっかりと厚みのある断熱材を適切に処理してあげれば一軒家、むしろそれ以上の断熱も得られます。一軒家ってめちゃくちゃ家自体が広いので断熱材の量も半端なく、そこをねちょっとケチるっていう方もいるんですけど、小屋っていうのはちっちゃいですから、ケチってもケチんなくても大して金額の差がありませんので、しっかりとした最強の断熱を作ることもできちゃうんですよ。次に騒音なんですけど、小屋の場合はもちろんお隣さんいませんので騒音の問題はございません。床ドンとか壁ドン、そんな心配は全くありませんが、アパートに関してはギャンブルですよね。特に安いアパートっていうのはほぼ確実に壁が薄く防音処理はされておりませんので、隣の人の寝息とか歩く音とかが平気で聞こえてきます。逆にこちらの生活音も隣に聞こえてしまいますので、そういったところ気になっちゃうって方はアパート疲れちゃうかもしれませんよね。カラオケに関しても当たり前ですけど、アパートでカラオケはできませんが、小屋だったら昼間でも夜でもいつでもできちゃいます。バーベキューだってもちろんできますし、極端な話庭で全裸になることもできます。まあ、僕はもう庭で全裸になってシャワー浴びてますけど、今まで通報されたことはもちろん一回もございません。そして個人的に一番重要視してる点と言ってもいいくらいの点が最後、ご近所なんですよ。まあ、僕ご近所さんがいないところをあえて選んで小屋暮らしをしてるので、そういった面倒くさいご近所付き合い、集会とか回覧板とかそういったことが一切ございませんので、まあ、そういった点もすごいリラックスしてストレスなしで暮らせてるのが小屋暮らしのいいところかなと思います。まあ、総評すると小屋暮らしの方が自由度が高いという点が挙げられますので、そういった自由度っていうのを重要視する方であれば小屋暮らしかなりおすすめできるかなと思います。まとめますと、小屋暮らしは家賃を大幅に節約することが可能です。ただし建築の必要があったり、日々の生活で普通ではない作りの家だったりしますので、試行錯誤が必要になってきます。この試行錯誤が楽しいなと思える人には小屋暮らしおすすめできるんですけど、めんどくさいな、なんで俺こんなことやってんだろうってね、疲れちゃうって方に関してはアパートの方がいいのかなと思います。マインクラフトのように自分で自由に家の中外全部いじくりたいって方は、小屋暮らしめちゃくちゃ面白い趣味の一つとして楽しめると思います。とは言ってもアパートって狭いし、騒音とかもあるし、あんまり好きじゃないんだよなって方に関しては、格安の中古一軒家がおすすめです。格安の一軒家はアットホーム不動産ジャパンでよく見つけることができますので、チェックしてみてください。だいたい200万から400万の物件であれば、アパートに住み続けるよりもそのうちお得になるかと思いますので、早期リタイアをしたり
週3労働でゆったりとした生活を送りたいけど DIY は苦手だなって方は、そういった物件を探してみてはいかがでしょうか。先ほどの計算からすると、まあ、200万400万くらいであれば10年20年住み続ければアパートよりもお得になりますので、検討してみる価値は十分にあるかと思います。ローコスト生活したい方は、まずは家賃をどうやったら下げられるか考えてみてください。その一つとして小屋暮らし、もしくは中古一軒家検討してみるといいかもしれません。このチャンネルでは小屋暮らしの様子とか節約の方法とか動画で発信しておりますので、ためになったなーって方はぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。